駐車場が広くて、で向かい側、あの辺が釣りポイント、向かい側があの海になってて、あの辺が釣りポイントですね。でここが駐車場は、ここがあの公園の駐車場で、公園にトイレがあるんですよ。港の公園はここで、なんかあるな、あれトイレがどこにあるんだろう。あ、あれか、あれがトイレですね。あそこがトイレ。こんにちは、崎塚です。今日は茨城県にある波崎漁港に来てます。なんかね、あのちっちゃいね、メダカみたいな魚がいっぱいいる。メダカ、ザ漁港って感じだね。こんにちは。何か釣れてないですか。こんにちは。カレイですか。カレイ釣りです。狙ってますか。何でもいいから来て、何でもいいから。あ、もう来い。あ、まだ来てない感じですね。当たりもあれ。やるんですよ。水取り潜ってね、やっちゃうんですよね。鳥だった。貝かなと思ったら鳥だった。全然もう魚釣れなくなったから、あ、 それで一月間ずっと今開けたんですよ、私、はい、もうそろそろ釣れるかなと思って。鳥が釣れちゃいました。鳥が。新漁港は何も釣れませんでした。次行ってみよう。次行こう。次に行きましょう。なんか坊主でした。釣れなかった。行きましょう。